マジックツリーハウスはアメリカ合衆国の児童文学作家、メアリー・ポープ・オーズボーン著・著クイノ・マサコ役による児童文学シリーズ。ジャンルとしてはファンタジーやヒストリカルフィクションにあたる。日本語版はメディアファクトリーより観光。イラストはオリジナル版がサルバトーレ・マードカ。一方、日本語版イラストはアマゴア・ヤナで、 原書イラストの構図を踏襲しているが絵柄は異なり、作者のオズボーンは、日本の漫画のキャラクターみたいと評している。シリーズの主役は、本の虫で真面目で聡明な慎重派の兄のジャックと、冒険好きで、興奮気味の空想好きな行動派の妹兄。題名の、マジックツリーハウスは、二人が、魔法のツリーハウスを使って、時空旅行をすることに由来する。 この魔法のツリーハウスの持ち主は、アーサー王の姉で、魔法のツリーハウスを使って、時空を超え、あらゆる場所を訪れて本を集める師匠の、モーガンルーフェイである。マジックツリーハウスは大きく分けて3種類ある。最初の28巻からなるシリーズでは、魔法をかけられたモーガンを救うために4つの鍵を探す、マスターライブラリアンになるために4つの謎謎を解く、4つの 失われた物語を探すといった使命をモーガンから与えられたジャックとアニーが数々の冒険へ旅立つ。このシリーズの現代は全て時間に関係したタイトルとなっている。著者オズボーンは29巻より年取った大魔法使いマーリンの依頼を受けてジャックとアニーが探索の旅をするというマーリンミッションシリーズを開始している。 第二シリーズは前シリーズより話が長くなっており、史実ではないキャメロットなどファンタジーの世界が舞台になっている話もある。30巻からテデ,ディが、31巻からキャスリーンが、ジャックたちの仲間になった。また、30巻ではアニーに、自分の言葉で動物と会話する能力があることが、明かされる。原所のフィクションシリーズは四十冊まで、出版予定日が決定しており、 2008年3月26日現在39巻まで、日本語訳は22巻まで、出版済みである。ストーリーは1話完結であるが、4話ごとのミニシリーズ構成になっている。現代では、テーマが時空に関連する、インを踏む、アルファベットの文字を揃えるなど、シリーズすべてのタイトルに統一感がある。 英語版の公式ウェブサイトからは、マジックツリーハウスパスポートがダウンロードできる。読んだ本の内容に関する質問3つに正解すると、その本のスタンプをダウンロードして、パスポートに貼ることができる。日本語版においては、1から28話は1巻に2話ずつ収録され、14巻構成となっている。15巻以降は、原書と同じく1話で1冊構成となっている。 そのため日本語版と英語版で関数が一致していない。また、日本語版では、カバー袖部分に、各エピソードの舞台に応じたジャックとアニーの、奇世界人形がついている。本編である、フィクションシリーズのほか物語の舞台となった歴史や、文化などの発展学習教材として、ノンフィクションのマジックツリーハウス、リサーチガイドが出版されている。リサーチガイドは、 オズボーンが夫、ウィル・オズボーンと妹ナタリー・ポープ・ボイスと共同で執筆している。2008年3月26日現在、リサーチガイドは出版予定日が決定している18巻のうち17巻までが観光済みである。日本語版はマジックツリーハウス探検ガイドというタイトルで2011年12月に1巻が観光された。シリーズ累計の発行部数は 全世界1億5000万部以上、アメリカで4900万部以上、日本で550万部以上。2010年、アニメ映画化が発表。2012年1月7日、ロードショー。の節を参照。オズボーンは2007年11月に来日し、マジックツリーハウスを40巻まで書いたが、あと40巻ほど書く予定でシリーズはまだ続くと、答えた。また、 登場人物に関する回答によれば、ジャックは、小学1年の時からメガネをかけており、本をよく読むので学校の成績が良い。好きな国は日本で、科学や歴史が学べる本が好きだという。妹の兄は、図工と国語が好きで、将来は絶滅の危機にある動物に関連した仕事に、着きたがっているという。15巻、ドラゴンと魔法の水は、12巻、第2話、 夜明けの巨大地震と13巻第1話、シェイクスピアの魔法の間に入るスペシャル版として執筆されたが、14巻第2話の続きとして出版された。話の順序としても12巻第2話と13巻第1話に入る物語である。マジックツリーハウスの話は、子供が読書をしながら、歴史や文化、自然などについて学べるように書かれている。 探検ガイドは、シリーズの話に出てきたことをさらに深く掘り下げた、発展学習教材として書かれたノンフィクションである。執筆者はオズボーン、オズボーンの夫ウィル、妹ナンシーである。2000年より、スコラスティック社とランダムハウス社から出版が開始された。探検ガイドは17巻以降、物語と同時発売されている。 2012年1月7日よりギャガ配給で全国ロードショーの同名児童小説シリーズの長編アニメーション。監督はザ・ドラえもんズの西木よ広し。ジャック役の北川稽子は声優初挑戦となる。全世界でオファーが殺到していたが日本版のイラストが原作者に高く評価され映画化が実現した。小学館より漫画版。 ジュニアシネマコミックマジックツリーハウスが発売。作画は、剣持しよう山梨県を除く、全国178スクリーンで公開され、2012年1月7、8日の2日間で、公衆1億631万8200円、動員9万3872人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第3位となった。 ファミリー層を中心に集客し、ピア初日満足度ランキングでも満足度第1位となり、満席となった劇場もあった。ありがとうございます。